続いてはカフェのコーナーです。今週は次世代スバル第2弾新型スバル x v について詳しくお話を伺ってまいります。ご紹介いただくのは高崎倉賀野店の阿久津さんです。よろしくお願いします。よろししくお願いしますさて阿久津さん、新型スバル x v についてですが発表はまだでしたよね。ははい、はいえー、発表は4月6日です、うん テレビでも何度かご紹介いたしましたが、3月9日から先行予約を開始しています。はい、発表は間近に迫っているということです。まあ、インプレッサに引き続きこの XV もフルモデルチェンジとなりまして、まあ、多くの方がねこの次世代スバル第二弾に興味を持っているかと思います。まあ、正式に発表を発売しますと、まあ、これより詳しい情報をねご紹介すると。 いうことにしまして、えー、今回はですね、まずその先行予約編ということで、あくさんお願いします。はい、かしこまりました。では最新情報をご紹介していきたいと思います。新型 XV はファンアドベンチャーをコンセプトに都会的で洗練されたデザインと素晴らしい SUV としての走破性、そして世界トップクラスの安全性能を兼ね備えたクロスオーバー SUV です。 XV の個性をさらに伸ばして新型インプレッサから始まった次世代スバルの強みである世界トップレベルの総合安全性能が加わった SUV ということですねはい、はい、えデザインは街の中で生えつつ自然の中にも似合うデザインとなっております広い視界と取り回しの良さ乗り降りのしやすい実用性を備えた都会的でクールなスポカジスタイルを実現しております、はい まあ、アウトドアだけではなくて、まあ、日常でも、ねまあ、幅広い場面で使用できるデザインとなってるんです、ね、そうですすねねそうボディカラーも街に入る洗練された印象を与えるクールグレーカーキ、アクティブで印象を際立たせるサンシャインオレンジを新たに採用していますこのクールグレーカーキは、まあ、今までの XV とはちょっと、ね、違う雰囲気があるんですがそれから XV は今までもこのオレンジのボディカラーがありましたが またたさらに進化したということになります、まあ、いずれにしてもどちらもこれ目,に目を引く、ね、ボディカラーになっていますね、はい、クールグレーカーキは都会にも自然にも溶け込むようなクールなカラーですよねそして XV を象徴するオレンジが進化し楽しく元気なイメージが強調されより XV らしさを表現したボディカラーでですすよねねそうですね、まあ、全部でまあ9色あるボディカラー、まあ、どれをとっても魅力的ですね。 はい、デザインだけでなくもちろん走りも進化しております、うん、新型インプレッサが日本カオブ・ザ・イヤーを受賞した大きな要因であるスバルグローバルプラットフォームを採用し安全性能と走行性能が飛躍的に進化しています、はい、それから淳さんこの安全性能といいますとこの新型 XV も歩行者保護エアバッグが標準装備されてるんですねはい、はい、もちろんです、えー、歩行者エアバッグと Ver.3 イイを 車に標準装備しております、はいまあ、本当にこれは、ね、安心安全ということになります、まあ、やはりこのスバルの総合安全制度これが欠かせませまんよねねそうです、ね、新型インプレッサーに続き次世代スバル第2弾の新型スバル x v は先行予約を行っております店頭にはプレカタログをご用意しておりますのでぜひお店に足を運んでいただきご覧ください また先行予約の詳しい情報は富士スバルのお店に問い合わせてくださいえ、今週は新型スバル XV 先行予約編ということで阿久津さんにお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございました